幸せさんもね気になってると思うんですけど、うん、よく喧嘩はしてきたじゃないですか。それは幸せさんも知ってて、喧嘩の話ですか。唯一、うん、一番苦戦した相手というか一番苦戦した喧嘩とかどういうなんか感じだったんですか。たくさんしてきたやん本当にね。そんな中で一番なんかやるなっていう、やるなっていうやつか。やっぱね、はい、武器を使うやつが多かったじゃん。うん、その中でも武器を使うとなんか結局ね人間って、まあ、いくら不良といえど良心のあるやつって多いから思いっきり振り抜けないんですよ。ああなるほど。ぶっちゃけ半分ハッタリでやってるんでその分なんかね逆に大振りになったりとか、うん、見やすいんですけどガチで頭いっちゃってるやつとかたまにいるんですよね、うんうん、本気で振り抜いてくるみたいな。本気でね、そういうやつはいたね。ちょっと危なかったね。それ危ないな本当に、うんうん、頭もらったらやばいから、うん、腕を犠牲にしてやるとか、うん、こんぐらい腫れたことあるし、すごいな。ここがすごいですね。なんかタチの悪い人とか本当にいますよね。本当にこいつ悪いなってやついるじゃん。ありますね。そういうやつってだいたい弱いんですけど、うん、そういうやつってナイフ持ってますからね。隠し持ってますからね。最悪刺すみたいな。あのさ吉田くんがあのネットでさ素顔バレたみたいな感じで出てたやつ、いたじゃん、身代わりになってるやつ。ありましたね、はい、あいつは俺めちゃめちゃ仲良かったんですけど、あいつ刺されてたことあります。俺が振り向いたら刺されてて俺が助けてあげたんだから。クラブでしたけど、ね、そうそう、はい、クラブでなんか振り向いたらあいつが刺されてて吉田君の身代わりのやつが。助けたこと結構多いんじゃない。結構多いよ。タクマのことも助けとるしね。タクマコンビニの前でボコボコにされてね。ああ、うん、そうね。仲間は大切にしますから。ね、基本的に喧嘩とか売ってないしね、自分から。まあ、狙われてはおったね。やっぱ、まあね、強いからさ。喧嘩っていいもんじゃないですよ。うん、本当に。そうですね。